カウテレビがお届けします社長室101。今回は福岡市中央区に来ております。今日はですね、株式会社アイケンジャパンというですね、2006年に創業されて不動産を軸に事業を展開してこられている会社です。ユニークなポイントが収益稼働率という独自の指標で、圧倒的なオーナーさんからの支持、なんと継続率 99% ですとか、業界トップクラスの入居率を誇る実績も非常にお持ちの会社さんでいらっしゃいます。また創業者の中島社長は世間よし、オーナーよし、会社よし、そして社員よしの四方よしの経営もずっと続けてこられたということで、今日は成長してこられた秘訣、また企業ストーリーについて詳しく伺っていきます。ご紹介します。創業者の中島社長です。今日はよろしくお願いいたします。株式会社アイケンジャパンさんということで、2006年に中島社長が創業者として創業されたというふうに伺いました。まず簡単に会社概要から伺ってよろしいでしょうか。日本の主要都市、今のところ仙台から熊本まで全国9拠点で、西店がありまして、でアパートの建築販売をサラリーマンオーナーさん、もしくは投資家の方々にご購入いただいて、その後入居者募集管理も全部我々がワンストップでやってるという、そういうビジネスを展開しています。なるほど、うん、事業の軸としては不動産というところを中心に置かれてて、はいはい、なるほど、拠点が主要都市にすべて持ってらっしゃると。そうですね、もうすぐ札幌もオープンします。なるほど、はい、今何名ぐらいのオーナーさんがこのアイケンジャパンさんとこう関わって、ほぼ1000人ぐらいですかね、今のところ。またこのアイケンジャパンのアイケンというところにも社長の非常に強い思いが込められているというふうに伺いました、はい、社名の由来について少し伺ってもよろしいですか。会社のロゴが3つの愛に上からアイケンの A をかぶせて、真ん中が小文字の愛に見えるようなロゴなんですけどね、その3つの愛っていうのが何かというと、目の愛、それから心の愛、それから自分自身の愛という3つの愛を高めていきましょうという思いと、あと剣は建設の剣と堅実の剣を合わせて愛剣っていう名前にしてます。なるほど、そのラブの愛と目の愛と、その私の愛っていうのはどういう意味が込められてるんですか。まず目の愛っていうのはやっぱりこう今時代の流れってどんどん変わっていきますから、まあ、先見性がないといけないよねという、先をちゃんとこう見据える目を、まあ、自分自身が持たなきゃいけないよっていう思いがまず一つありますね、はい、それと心の愛っていうのは、社員は会社を愛しましょう、会社は社員を愛しましょう、そして家族、この社会をちゃんと愛していきましょうみたいな、まあ思いを込めた心の愛と、自分自身の愛っていうのは、人間はだんだん仕事をしていくと偉くなっていったりすると、だんだん自分が横着になっていくんですよね、まあ、謙虚さがなくなるというか、変な派閥を作ったりするので、そういうふうにならないように、常に自分自身は謙虚に素直にな心を忘れずに持ち続けましょう、うん、偉くなっても偉そうにするんじゃなくて、偉くなればなるほど人格形成をきちっと形成していきましょうというか、部下から信頼されるような自分になっていきましょうという愛ですね。なるほど、また剣の堅実というところに関しては、アイケンジャパンさんも堅実なアパート経営というのをこう題していらっしゃるというふうに伺ったんですけれども、うん、このあえて堅実というのを入れた理由が、やはり社長のずっと不動産業界、不動産の道を歩んでこられたルーツにあるというふうに伺いました、はい、この業界あんまり悪く言っちゃいけないんでしょうけど、結構アウトローなイメージがありますもんね。どうしても不動産建築っていうのは
特に投資の世界なんか言ったら、建てて売ることをみんな考えてやってるわけですよね。で、売るっていうことはその先には買う人がいるわけで、その買う人のことを、まあ、こう言っちゃ悪いんですけど、あんまり考えてない、売れればいいっていうビジネススタイルなんです大体、はい、それじゃダメだよねと。それで泣かされてるオーナーさんがいっぱいいるわけですよね。そういうこの業界にちょっとうちぐらいはプスッと風を開けてやろうという思いで、やっぱりきちっとした事業計画、きちっとしたあのシミュレーションで間違いないプランを提案して、はい、これなら成功しますよというところでご提案する、堅実な姿勢というか堅実な気持ち、堅実に事業計画を立てて、経営していきましょう、うん、そうすれば失敗大家さんが出なくて、皆さんウィンウィンで、幸せに成功していくんだという、うん、そこに我々の存在価値はあるよねということで、ずっと堅実堅実と、うん、それを実践していってるということです今もですね。なるほど。その一つその堅実さの実践の表れとして、うん、その収益稼働率という御社独自の指標があるというふうに伺いました、うん、普通アパートでもマンションでも入居率っていうのが気になるんですよ、オーナーさんはね。で、入居率っていうとどういう計算をするかっていうと、まあ、100室あればそのうち10室空室が出ていれば入居率 90% です、はい、100室中100室満室なら入居率 100% です、はい、まあ、当たり前の話ですね、だけどからくりがあって、100室中100室満室なんだけど、うん、実は家賃が10万円だった家賃が5年後には今半分の5万円まで下落してますと。100室中50部屋が5万円まで家賃が下落してます。その状態で満室って言われても、実際は収益から見ると75%まで落ちてるということになるんですよね、うん、ただ値段が下がって入ってるだけというか、うん、そうするとオーナーからするといくら入居率が 100% でも意味のないわけです。実際は 75% の収益しか入ってないんだけど、うん、だからそういうまやかしが普通の入居率だと隠れているので。なるほど。このまやかしのない数値は何かというと、もう入居率を収益から見るしかないよねという、そこに我々はスポットを当てて、1年間で収益がどれぐらい推移していっているのかをもうずっと追いかけ続けているという。なるほど。で、今11年追いかけ続けてまして、はい、入居率で言えば99を絶対切りませんし、収益から見た入居率、収益稼働率でも 98.何%っていう高い水準をずっと維持している。これどういうことかというと、全然家賃の下落が起こってない、はい、すぐ次の入居者が決まっていってるから空室期間が短い、まあ、そういったことをきちっとやっていかない限り、収益稼働率っていうのは 98.何%なんて高いところをずっと維持し続けることはできないんですね。なるほど。しっかり家賃を保って、かつ入居者もしっかり確保できている理由っていうのは何なんでしょうか。うん、